えとまずは皆さんあの、お忙しいところをお集まりいただきありがとうございます。代、えー、数分野の説明ということで、えー、と担当させていただきます、佐々木と申します。どうぞよろしくお願いします。まあ、10分ほどで終わりますので、あの短い間ですが、よろしくお願いします。であごめんなさい、ちょっと上の切れてますね。まず最初にですね、あのえー、とちょっとメッセージというか、まあ、ある先生が昔言ってた話をちょっとしたいと思います。大数とは全然関係のない話なんですが、えーとまあこう台 これまでですね皆さん、今、学部生、学類生、多くの方はそうだと思うんですが、あのまあ学部の数学っていうのは、学部のまあ授業っていうのは基本的にはまあ習うっていう話になるわけですね。まあ、勉強するという感じですね。でところが、大学院ではまあこう数学っていうのをこう研究するっていう立場になります。まあ、もうちょっと言うと、学んであの研究をするという立場になります。で あの川村先生からもお話がありましたが、あの研究っていうのはまあ非常に面白いことなわけですね。で皆さんはまあ未経験です。あの4年生の、四年生に卒業研究っていう授業をつくば大にありますが、まあ、4年生でできることっていうのは非常に限られていて、ま,あ、まだ本格的な研究っていうのは、まだ皆さんやってないと思います。でところが、大学院だともう博士の,の前期課程でも本格的なあの研究っていうのを始めます。 あの最新の論文を読んで、あのそこからこう自分で問題を作って、先ほど川村先生もおっしゃられてましたが、自分で問題を作って、でその問題に取り組む、まあ、結論が出るかどうかは分かりませんが、とにかくそういう研究というプロセスをやります。で、それは非常にまあエキサイティングなことだと僕は思いますし、あの人生経験としても非常に価値のあることだと思います。あのですので、まあ、ぜひ大学院への進学をご検討くださいというのが、まず最初のメッセージです。 検討してるからまあ来てるんだという話もあるんですが、ぜひあの大学院に進学して、数学の研究というのを経験してください。<laughs> はい、で、まあ、ここからは、代数分野の紹介をさせていただきたいと思います。まあ、あの非常にちょっと月並みな内容になってしまうんですが、ああのこのあと懇親会ですか、懇談会みたいなやつがあるらしいですので、ああぶっちゃけた話はそっちで話すことにして、これはまあちょっとさらっとあの話をさせていただきたいと思います。 第、えー、数分野、今、現時点でなんですが、現時点でなんですが、えー、と11名の教員がいます。でえーとまあ、内訳がこんな感じなんですが、えーとまあ、例えば先ほどせあのごせあのお話があった、あの専攻長の秋山先生も、第数分野の先生です。で私はまあここにいますね。でまあ、11名の先生がいます。でえー、と11名の先生がいらっしゃるんですが、非常に残念なことに、 あの皆さんが在学中にこの赤字の先生方があの退職されますあの定年退職です定年退職される予定ですであのこの先生方をですからあの指導教員に直接指名するってことはあのできないと思うんですがあの川間先生からお話があった通りまあ、交渉次第であの例えば他の先生をおっしゃるにはなんかこう指導教員にしておいて この赤字の先生方に間接的に指導してもらうということは可能になる可能性はありますので、ぜひ、もし興味があれば、ぜひコンタクトを取ってみてください。ちなみにこのあと、懇親会で大学院生にも参加してもらいますが、大数分野の大学院生、の島田さんって一緒に座ってますけど、彼の指導教員はこの松岡先生という先生です。この11名の先生が現時点では所属しています。 <laughs> はい、でここからはちょっと大学院の授業に関してです。で、大学院、代数分野では、大雑把に言って4つの授業を準備しています。大、えっと、数学概論1と大数学概論2と、大数学1と大数学2という授業です。で、おのおのに A と B というあの A と、A と B というのがあります。例えば、大数学概論 1A とかですね、1B というのがあります。 A と B っていうのは何言ってるかというと A っていうのが春学期ですね今年度だと4月10日から8月の7日までが春学期ですで、えー、と B って言ってるのが秋学期で、えー、と今年度だと10月の1日から2月の、まあ、14日までですね、えーとまあ、4, 月4月から8月の上旬ぐらいまでが春学期で、えー、と秋学期が、えー、と10月の1日から2月の初めっていうのがたいこうあの春学期と秋学期という感じになってます でこの,あの4つの授業が、まあ、四、まあ、つっていうか、まあ、トータルでは、だから8個ですかね、書類上は8個の授業があります。で、まあ、今年のちょっと担当者と、まあ、各々の,えとあの内容と、まあ、担当者のこう分野みたいなやつをちょっと紹介していきたいと思います。で、大数学概論 1A、1B は、今年度はこういうなんか非可観論、あ非可換論とですね、あのこういう有限群の表現論というのをあのやっております。 でえっと、担当されているのは、えっと、今,年今年度は松岡先生が担当されています。松岡先生の専門はこうホップダイスの、えっと、研究ということになっています。でえっと、ちょっと詳しい内容はちょっと説明しておい時間かかってしょうがないのでやりませんが、えっと、であとペアに、松岡先生とよくペアになってあのこの授業を担当されている先生で金子先生という先生がいます。まあ、非常に若い先生であのこう数論っぽい、数論っぽいというか数論の,あの先生。 で続いて、大数学概論 2a と 2b です。<laughs> で、えっと、今年度は、えっと、表現論におけるあの基本事項を解説するということで、えっと、担当しているのはあのカルナハン先生と私が担当しています。えっと、2a を,、えっと、を私が担当していて、2b をカルナハン先生が担当しています、まあ。自分が担当しているのでちょっと言いますと、2a に関しては、理代数の基本的なあの理論をやっております。まあ、有限次元、単純理代ーー数の 分類理論というのを今やっております。<laughs> はい、大数学 1A と 1B ですが、えー、と今年度は数論のトピックスを講,あの講義するということです。でえー、と担当されているグループはこの3人の先生で、あの数論の先生方が担当されています。秋山先生、木村先生、三河先生があの担当、今年度は担当されています。で、この授業に関しては、今年度は集中講義でやっております。あの 先ほど最初に一 a, a は春学期で B は秋学期だと言いましたが、授業によってはこう集中講義でやることもありえます <laughs>。今年度はこれはあの春にどこ,かの集中どこかの期間に集中講義でやって、1B の方は秋のどこかの期間に集中講義でやるということになっているんじゃないかと思います。はい で、代数学 2A、2B ですが、えっ、ー、と関論のトピックスを講義するということで、えっ、ー、と担当されているのは観論の専門家であるこの二人の先生があの担当されております。<laughs> ちょっと難しいので、あのこれ説明するとちょっと僕も説明あのえっ、ー、とこれを詳しく説明するのは僕の能力をちょっと超えちゃうんですが、まああの関論ごせんあの関論がご専門の二人の先生があのこの年度は担当されています。 はいでえっと、ここまでが大数分野で提供しているあの授業なんですが、えっと、これ以外にです、ね、今年度に関してだけなんですが、まあ、数理科学概論 1A、1B という授業があります。ただし、これ、えっと、来年度は開講しません。あの今年度までなんですが、あの数理科学分,あの分野というのがあってえ、まあ、今年度まではそういう分野があったんですが、来年度からはちょっとなくなりますので、来年度はこの授業というのは開講されません。で今年度はあの森田先生が担当されています。 で来年度はまあこの授業がなくなるわけなんですが、な、えっと、くなる代わりに森田先生は、代数分野のどこかの授業を担当されることになるかもしれない、なるんじゃないかと思うんですが、ちょっとその辺はまだ未定という状況になっています。<laughs> はい、で、えっと、実はもう一人あの、新任の教員がいまして、えっとこの,今年の4月に、えっと、三原先生がつくばにあの着任されています。 非常にやっぱりちょっと数論っぽい感じの話の非常に難しい内容をやってされている先生です。はい。これが、まあ、あの分野の、あのなんだ、大数分野でやっている授業と、あの各教員の専門分野の紹介です。で、今紹介した分野ですが、あ、あ違う違う、専門内容あの、なんだ、研究内容ですが、これもやはりホームページに出ています。あの数学専攻のホームページを見ていただければ、そちらに出ています。で、それ以外に皆さんの,あの募集要項ですね。 あの募集要項にも何かあのキーワード的にあのこういう研究やってますみたいなやつが出てますのであの気になる人はちょっとそちらをもう一回見てください <laughs>。これがまああの講義ですで。講義はこれだけなんですがやっぱりちょっと大学院に入って非常に重要になってくるのはやはりまあセミナーなわけですね。授業が大事じゃないと言ってるわけじゃないんですがだいあの特にやっぱり大事になってくるのはセミナーですで。村先生から説明ががありましたがあのここ 筑波大学の数理物質科学研究科の数学専攻では、セミナーのことを特別研究という名前の授業で提供しています。で、大数学からは、大数学特別研究の1、2、まあ、もっと正確に言うと、やっぱり 1A と 1B という感じであるんですが、あの 1, 1、2という授業と、大数学特別研究3、4、5という授業があります。で、1、2, 1 2は博士前期課程向きで、3、4、5は博士の後期課程向きになっております。 まあこういうい授業があるんです、ね、でこでれは、まあ、あのそれこそ川村先生の話と被りますが、まあ、指導教員のっ、えー、とで、えー、とこういう授業をとってです、ね、あのセミナーを行ってで前期課程では修士論文を制作するというのが目標になるし後期課程では博士論文を制作するというのが目標になります。でえー、とこれも川村先生から再三注意があったやつ話ですが あの指導の方針とかですね、研究室の運,用運営の仕方とかが、教員によって違います、教員それぞれが自分あの,考えおのおのの考えで、研究室の運営とかをやってます。ですので、必ずですね受験前にコンタクトを取ってください、希望の指導教員にコンタクトを取ってください、コンタクトを取って十分に相談をしてください、どんな感じで研究指導をするのかとかですね。 どういう感じで、マキンキスの雰囲気がどんな感じなのかっていうのを、あの教員にコンタクトを取ってあの、十分に相談するようにしてください。これは非常に,あの非常に大事なことだと僕は思います。で、えー、と就職に関してなんですがあの、台数分野だからといって、なんか不利を受けるとか、逆に有利になるってことは僕は特にないと思います。あの就職の面接とかであの、君台数だからいらないよって言われたことはないと、言われるってことはまずないと思います。 まあ、あのかといってだから大数だからといって何かすごく有利になるっていうこともまあ基本的にはないと思いますよほど特殊な専門をやらない限りはないと思いますでだから特にあの他の分野に比べて有利不利っていうのは特になくてさまざまな業種とか職種にあの就職しております <laughs> まあ,あの最近あの僕のところにいたあの学生だとやっぱりあの教員にな,ったなる学生とかあとは IT 系の企業に就職する学生とかあとはあのなんだ えと保険系です、ね、に就職する学生なんかがいますで、まあ、あのあかぶりましたがあの筑波大学らしく教員になるっていうあの教員志望の学生さんもかなりいっぱいいますであとは後期課程に進学して、えー、と研究者ですね、まあ、あのを最近だとですね博士号を取得して民間企業に就職するっていう学生もいますし、えーとまあ、もちろんその大学研究者ですねもう平たく言えば大学の教員になるっていう人もあの十分にいっぱいいます はいでえー、と入学までにということで、えー、とこれだ、えー、とずいぶん前にですね、6年前か7年前に、あのちょっと僕の方でちょっと調査したやつなんですが、あの実は5、6年前に僕はここで喋っあの同じオープンキャンパスで喋っていて、でその時にちょっとょ調査したやつなんですが、入学までにどんなことを知っておいてほしいかという話ですね。で、えー、と何人かの先生から回答があったので、紹介しますけど、ま,あ、まず最初、台数に慣れていてほしいが、まあ、特にはないと。なんか アドバイスなのかどうかよく分からないようなあれですけど、大好に慣れててほしいと、だから軍とか漢と,とか体の基本的な定義ぐらいは知っておいてほしいよっていうぐらいですかね。で、特定の知識は必要ないけど、必要な知識を学び取る力っていうのが欲しいと。まあなんか、知らなくても、知らなければまあ勉強すればいいんだから、のその勉強する体力っていうのが欲しいんだと。ですね 毎日欠かさず6時間は机に向かって考えられる体力っていうのが欲しいとですね。で、えー、と次は自習自得の精神ですね。とにかくまあ自分で勉強しろと。知らないことがあったらあのまずは自分で勉強してみようと。でそれでまあどうにもならなかったら先生にちょっと頼る先生を頼るとかですね。まあそういう感じのことを言っているわけですね。で、えー、と教科書とは別の数学書を読んでみてほしいというわけですね。でただしなんか読み物とかじゃなくてなんかこう証明が書いてある。 あのきなんか小説風に読めるようなものじゃなくて、あのちゃんと証明が書いてあって、あの書いてある、まあ、しっかりした数学書を読んでみてほしいと、ですね、でこれはあの数学のホームページに書いてあるやつなんですが、まあ、大数学を研究するためには、えー、と線形代数のジョルダン標準形までと、群・艦隊の基本事項を学んでいることが望ましいと。 でこれ、なんかちょっとアドバイスして、なんか結局全部じゃないかっていう話になるんで、<laughs> あのちょっとアドバイスとしてはどうかと思うんですが、まあ、あのもちろんあの、基本事項っていうところで、まあ、ちょっとこう控えめになっているわけですねあの、まあ。非常に高度なことは知らなくてもいいから、まあ、線形代数と群艦隊の定義と、まあ、ちょっと基本的なことぐらいは知っておいてほしいよっていうぐらいですね。はい。で、えっとまあ、僕の方からはこれまで,で。 これあのこれでお,お,おしまいです。どうもありがとうございます。